えい、けんちゃんです。けんしてるけんちゃん、けんちゃん、これからでも疲れててもここ行きたいねんけどな。ちょっと階段の近くは危ないでー。ちょっと待って、危ない危ない危ない、よいしょ、ちょっと待って、はい、はいはい、けんちゃん、けんちゃん、けんちゃん、さっきな、宅急便の人が来てな、な、ちゃんと見張りしててんな、優しく見張り、けんちゃんは優しく見張り、りんちゃんは怖く見張りな、けんちゃん優しいな。だけど悪い人来たら追い払ってやな、ゴロリンコしてんとな。ちょっと飛んのが難しいけど、はいはい、こんな感じです。けんちゃん、けんちゃんね、もうね、飛びつかなくなったんですよ、気づいたら。結構嬉しいってなって飛びついてて、大人男子や、りんちゃん女の子だからな、けんちゃん男の子やな。甘えたさんです。すっごい甘えたさんね、寂しいんだよね、ほんとけんちゃんね、寂しがり、ちょっと顔が映らんからね、こうしてこうして、こんなんは映る、映ってる、手は、うん、なんか変やな、なんか横になってて撮ったらなんか変な感じになりそうじゃない。出来上がりはな、お楽しみやね。ほんと人のそばにいてんのがやっぱりこの子もね、一番落ち着くね。やっぱり施設にいてたら他の子たちもいるから、どうしても一対一でうちの子ってなってたらね、よーく見てあげれるしね、ずーっと一緒にいれるし、すごい寂しい思いはね、ほんまうちの子たちしてると思います。だって施設の子たちとね、やっぱり一緒の環境にいるわけですからね。うちの子っていうのはけんちゃん、りんちゃんでしょ。で、大吉くん、大ちゃんで、ポチね、ピーちゃん、でソフィー、ダディ、わさび、この子たちが一応うちの子たちでね、もう生涯ね、家族、はいはい、にするって決めた子、最初にね。で、もうカツオと梅も多分家族さんがもう多分ちょっとね、難しいというか、やっぱり不安が残る子なんですよ。で、梅はね、一回帰ってきましたでしょう。だからカツオも梅もほとんどうちの子ですね。レディーちゃんとおっちゃんもちょっとねちょっと他の人たちから敬遠される、うちの子にもうほぼ長いですしね、出ます。で、北斗はね、もう四号機っていうか、あのお父さんが亡くなられて、でお母さんが散歩するとね、ちょっとパワーに負けて転んじゃって、顔のね、頬か顎かなんか胸だったかな、骨折しちゃって、でちょっとね、一人はもう自信がないと、別にね、その噛んでくるとかそんなんじゃなくてね、自信がないということで北斗はうちに来ましたけど、北斗もだからね、結構年いってると思います。だけどね、北斗は全然あの子悪くない奇襲犬で、ちょっとお茶目な奇襲犬
やっぱりね、和犬ですからそこはありますけど、でもちゃんと外飼いでね、和犬として扱えば全然問題ない子なので、北斗はね、一応チャンスを私待ってます。集犬だけど扱いやすい北斗くんね、北斗くんを幸せにしてくださる方お待ちしてますね。最後やっぱりもともとお家で飼われてて、で近くにねやっぱりお父さんお母さんがいてっていう暮らしをしてきたのに、ある日ね施設に来て環境がガラリと変わった子ですから、やはり最後、まあ、まだ死ぬわけじゃないですけど、やはりね家庭というところには戻してあげたい子です。北斗ね、うちの子みたいになってますけど、北斗もよろしくお願いします。あとはね、エガちゃんとかたくみくんも、芝ね、テレビとか動画とかで流れる可愛らしいね、何しても怒らないような芝じゃなくて、本来の芝、昔ながらの芝ですね、ザ・和犬の芝に負けないというかね、本当にね、エガちゃんもたくみくんももともとやっぱり家っていうところにいてたわけじゃないですか。でやっぱり何らかストレスがあったりとかしてね、家庭からは放棄されちゃったけど、全然いけます。本当にもうペット扱いしなければ、本当にその子たちを認めてあげれば問題ないです。本当そういうね子たち、他にねレオンたちもそうですけど、本当にねチャンスのある子は本当に合うエネルギーの家族さんがね現れればいつでもです。本当にもうね、はよしないとやっぱり一方だに年取っていっちゃうのが私すごい気がかりで、本当に早く幸せになってほしいの。けんちゃん、けんちゃんも思うやろ。